さあ歩いて帰った方が早かったなってことは。現状次の目的は分かんないもんね。大体知ってるんだけどね。ドラキーたち。にしても福武剣が薬草に変わってたよ本当。あれでしょ。あのハズレはないっつってるけど。マットアメちゃん1個みたいな、うまい棒1本みたいな、そんなレベルでしょあれ。商品という名の外れだろ実際。幽霊さ、あの釜持ってないね。釜持つみたいな手してるけど、死神かなんかそれぐらいから釜持つんだっけ。ドラクエだと幽霊はそんな強くないけどね、試練だとね、死神は超強いよね。3回移動3回攻撃、ふざけるな。川の鎧売るだけだよ。ムーンブルクの王女が装備できるかどうかっていう。とりあえずサマルトリアから順番に巡りましょうか。この辺はね、あれワンパンだから。でもあんまり経験値自体もねもらえるわけじゃないから、敵出てくれない方が助かる。だがダメ、レベルアップまでも遠いしね。さて、とりあえず銀の鍵を手に入れたことにより、この辺の牢獄とかあげれるようになっちゃったの、もしかして。合わねえじゃん。最後の鍵か。銀の鍵取ったけどどこで使うんだよ。開かないよねまだ。銀の縁の鍵が開けれるようになるのじゃ。どこにある。でも金だもんね、これ。無駄なんじゃねえ。ムーンペタから次ムーンブルク目指さなきゃダメなんじゃない、もしかして。一応大まかな感じとしてはね、オープニングでねムーンブルクが襲われたっていう情報はもらってるから、そこを向かうでいいのかな。だとするとこの移動は完全に無駄だった感じですね。早くルーラー覚えろよ。せっかくなんでね、一通り回っとこうか。これも大きいんだよね。あれ開いた開いた。お前は誰だ。福引き剣。残念ですが福引き剣を持っていないようですね。ではまたどうぞ。上は何もなかったね。子供たちのデートは持っといて、うん、何もねえな。なんでここ来たんだ。なんかないの、うん、FF だったらティロリンポーションを手に入れたって絶対なる、うん、まあしょうがない。まあここまで来たんだらフローレシアにも帰って開く場所がないかチェック。逃げろ、倒すのもめんどくさいわ。よし、優しいだろ。ほら逃げろよ。次のターンまで残ってたらぶん殴ってやる。さばく。トモナメクジの方が逃げにくい。勇気あるねスライム。
僕悪いスライムじゃないよ。残念ながらいいスライムなんぞに会ったことはないんだ。さあ、初めの…あ、これはムーンブルフの…違う金だよな、これも。あ、これ銀だ。あ、よかった、無駄足にならなくてよかった。牢屋。おい、牢屋鍵持ってるか。いや、持ってないんだ。さっさと行きやがれ。鍵が合わない。やっぱ無駄足だった。見えるかなって思ったんだけどダメだった。上って左銀だね、この辺。これで新しい情報がもらえるだろ。魔除けの鈴は魔物たちの呪文から身を守ります。眠らされたり。ほう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 。どこにあるの。ムーンブルクのこと聞いてしまいました。ほうほう。呪文を滅ぼそうとする者に呪い。あー、このフラグ切って。銀の鍵いるんだったのかな。ムーンブルク行くか。旅の到来に入ったものをわっと行ったな。さあ、ムーンブルク行くか。結構遠いんだよな。キメラの翼で選べたらいいんだけど。どうやら最後にね、寄った城に町に飛ぶみたいだから徒歩で頑張ろう。どこの町突っ切ろう。大神の石垣。とりあえずムーンブルクまで頑張るか。お金が360。おお、3発合計6ダメージ2人分。全体攻撃ね、全体に1のダメージを食らっている。ドラキオ逃げやすそうだね。あえてほっとくかですよね。正直レベル上げにもめんどくさいから逃げてもらう方が楽でいい。帰れ。帰らないんなら倒してしまうよ。金だね。まっすまだな。魔術師がね、魔法使ったの見たことねえんだけど。多分ムーンブルクであの情報をもらってラーの鏡探しに行くっていうストーリーだったかな。現状もらえてる情報からだとこのルートしかないからね。にラーの鏡取りに行くのはな、さすがに。で、問題はそこから先は本当に全く知らないんだ。あれ、マブちゃん倒せてないし。やばい、どくるどくる。大丈夫か。コントランドは弱えな。初めて魔術師が魔法を使うチャンス来たよ。ここで出しとかないと多分
一生使えないよ。チャンスを与えよう。ほらギラか、よかったね、君はギラが使えるフレンズなんだね。この世界は優しさでできているね。いやどうやって寝なくてもいいかなっていう。サリカタビラは我慢しようかな、そんな大したダメージでもないし。高いんだよな、薬草2個の方が安いもんな。これか、このまんま。南西、まずは南に降りて西に行く。北斗軍隊に、しまった、後のことを考えるとキメラの翼って思ったけど、ムーンブルク城に入った時点でそもそもあれか、そこがチェックポイントになっちゃうから意味ないか。戻ろうかと思った。おっとスモーク、おお13で倒せた。絵描くの失敗したみたいな、小学生の描いた絵みたいな感じだったよ。これはまずい、これはまずい、これはまずい。数が多い上に先生はまずい。こういう時はね、もう確実に倒して。痛い。これは一回戻っとこうかな、危ないな。おお、来たね、力6。これでやっとまともなダメージ出るようになったの。でムンブルブ行こう、すぐそこだ。ラリフォーアンドはまずいだろう。ギラ使っとこう。よし、ルカナン、これでされても大丈夫だろ。痛い痛い。どうだ15、 OK。 よかったよかった、やっと火力が。3、力3だけ。なんという残念なダメージ。呪文使えない、ディスんじゃねえ、間違えただけだよ。さあ情報を、ここ敵出るのかな、いた。ムンブルク王の魂じゃ、我が娘ナナは呪いをかけられ犬にされたという。おお口惜しや、犬にされただと、敵出んだ。おお、去った人より先にリビングデッド。あ強いな、強い、ちょ、可能な限り頑張ろう。これはあれだ、ホイミと薬草を使いながら我慢した方がいい。そもそもギラのダメージ大したことない、防御してる。これは安全に行こう。よしよし、ちょうど防御してる方、両方が殴ってくれた。今のは美味しかったな。専用、ここダンジョン扱いかもしれません。倒したろ。7しか効かないときは何なの。ちょ強すぎだろ。もう全部奪われた後か。君だね。東の地、4つの橋が見える小さな沼地、これだね、ラーの鏡。私は死にきれんのだ。この情報だね。
ティラで倒せることを祈る。頼む、死んで。よし。毒も怖い。ギラに残しときたいな、あれ。これ薬草かな。まだ薬草いっぱいあるしね。あそこね、降りたいんだけどな。敵がきつい。アーゴンだ、アーゴンの軍隊が攻めてきた。よし、これはあれだ、一旦帰ろう。マヌーサはまずいって。この頃マヌーサって治らねえだろ。帰ろう帰ろう帰ろう、これは危なすぎる。当たんな俺。いいだろう。お前なんかいじめてオーラでも出てるのか。本当いじめてオーラでも出てるのかしか思えないよね。よし、薬草を使って帰ろう一回先。ムームルグの王女を仲間にしてからもう一遍来よう。ちょっとまずいわこれ。いやーまずすぎだろこれは。ふう、帰ろう。ムーンブルグは滅びている。ラリホーワンとタホドラキ、とりあえずね、ラリホーが一番まずい。ミカでお前どこまで。毒消し層あったっけ。なかったらこいつ持たないんじゃないかな。あったわ、よかったな。これでさ、キメラの巣使ってさ、ムーンブルグ城に飛んだら泣くからね。あー、なんとか大丈夫そうだな。ガードフライ、あ、大丈夫だ。あー、ぶんね、強い強い。もうちょい。マンドリル、マンドリル結構強かった気が。無理だね。終わったか。耐えた。やった。無事帰ってこれた。やだやだや。寝る寝る。恐ろしい奇跡。薬草はチートアイテムだよ、ほんと。装備欲しい、装備。鋼の鎧、盾とか全然パラメータ増えねえから、鎧先だね。やった。
あの呪いそんないらねえ。いいねで売れるわ。てるまムングルクのね、オール上の装備がわからんから1個は残しておこうか。よし、リセットはしない。うわ、これはやだ、薬草っすか。あ、よかった、こっちの方がいいわ。星印、いや薬草だろ、薬草ですらね。でもね、2個揃うと福引き券でもう1回できる。その他いろいろって、星、あ、ダメ。でも2個、無限ループって怖くね。当たりやすい福引き所とかあんのかな。連打したらこうなっちゃうんだよ。無限ループって怖くねえ状態ですな。間違えた、ハイにしてここで家だ。あ、完全にダメか。よし、とりあえずセーフ。335、411、はい、もちろん。さあ、じゃあ次はラーの鏡の情報をもらったからね、行きますか。ラーの鏡、